きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、ちょっと報告があるんですよ。はい。え、まさか、ちょっと待って、まさか、はいはい、まさか、なんですか。報告、さっきもなんか報告って言って、はい、あの知ってることをいっぱいなんか言われたんですけど、はい、報告があるんですよ。まさか、まさかの、まさか、私まだ聞いてないことですか。いや、これ新聞紙を何回言うんですか。もういいですか。あの私だいぶ中身もなんか聞きましたね。まあ、この動画をね、しかも見てないって方もいるかもしれないですけど、そうそうそう、出る、出まーす。はい、もう出てるんですね。はい、はい、シンプル思考というあの、ね、本をね、佐藤さん出しましたから、はい、もうお金が大事っていうのは口に出して言おうとかね、あ、そうそうそう、はい、はい、いろいろ書いてました、覚えました。ぜひ皆さんよろしくお願いします。本屋さんとかネットでも買えますからね。はい、さあ今日はですね、はい、こうシーズン前に佐藤が期待した、はい、うん、12球団の期待の新人選手のね、はい、あの期待の発表したんですけど、はい、その新人の、まあ、新人というか新戦力ですね。新戦力、はい、うん、若い選手ですね。そうそう、新戦力が今年ね、期待した通りの活躍をしてくれたのかどうかっていうね、はい、ところを検証していきましょうっていうね。まあ、もともとね、こう新戦力だから出るのはそんな簡単じゃないからね、うん、でもその中でこういった選手が今年頑張ってくれるんじゃないのかなっていうところでね、はい、まあ、早速企画でお送りしましたけども、はい、巨人はね、うん、横川、はい、ピッチャー、はい、まあ、育成にね、うん、ちょっとなりましたけども、はい、あの一軍では、2試合、うん、登板先発、うん、0勝1敗、はい、で2軍では18試合登板、うん、10試合先発で6勝3敗だ、まあ、防御率はちょっと 4.03 で悪いですけど、まあまあまあ試合では結構投げてるのかなっていうね、はい、でしかもあのキャンプで行った時に結構評判が良かったんですよ、はい、今年のね、はい、この横川はいい形で今年左で来るかも分かんないっていうところで期待値多かったんですけど、はい、まあ、やっぱりちょっと一軍のレベルはまだまだ高かったですね。怪我とかで育成ではなくて、まあ、まあまあそうじゃないですか、まあ、巨人はもともと70人パンパンいるんで、はい、でそこを戦力外に選手とか作らないと新人選手入れれないんですよ。あ、そっか。元で外国人もいるし、はい、だからもうその70人枠を確保するためのもう育成っていうのもあるんですね。枠を開けるために、そうか、そう、新人を入れるためにっていう、そう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 、うんうん、まあでもまあいい感じでは来てるけどね、はい、今年は一軍ではあれだったけども、はい、まあ、育成に落ちて、まあ、ここからね、またシーズン前までに試合感になれるかどうかが勝負だけども、はい、まあ、2軍でもしっかりね、投げれてるんで、そういったところでは、まあ、期待値はね、引き続きあると思うんですよね、はい、この先出てくる可能性はあると。まだだって21歳ですからね。はい、若いですね。ミレニアム生まれだから、はい、2000年、はい、若い。で続いてね、野手は北村、はい、ね、っていうところで、北村もそのキャンプでやっぱ原監督が結構いいよって言ってて、うん、あの監督自身も期待してたんで、はい、まあ、セカンドもね、うん、まあ、吉川が怪我してなかなかレギュラーをつかめないっていうところでね、はい、ひょっとしたらうまく入ってくるのかなっていう感じはありましたけども、まあ、53試合出場、うん、2割5分、はい、まあ、ホームラン4本っていうところでね、うんうん、まあ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 頑張ってるけども、まあ、結局吉川がね、はい、レギュラーっていう形になったね、うんうん、だからまあいい線いってんだけどね、はい、やっぱこう熱いね、層が。そうですね、まあ、巨人はそうですよね、うん、ダジャレですか。あの今私も2回重ねてきましたね。え、本当ですか。そうですね、巨人は層が厚いですね。巨人はそうですね。言ってて自分でもあって思いました。はい、だまあ頑張ってはいいですけどね、まあ、全体的にやっぱり層が厚いんで、うん、はい、そう、もう一皮むけれるかどうかがね、まあ、勝負だけども、うん、まあ、北村も26歳、うん、今年、はい、だからまあまあもうここからが勝負になるね、後半 ね、20代後半になってきてね、うん、まあ、そういった意味ではまあまあまあまだまだ、まあ、期待通りの頑張りはできてると思うよ、はい、ここからどうもう一か二かはね、まあ、一軍に出てますしね、そうそうそう、向けていくかっていうね、はい、こうで続いて、阪神、はい、井上、あ、そして佐藤輝、もう佐藤輝はね、はい、もうもうバッチリですよ、もうもう期待の新人というよりね、はい、もう、まあでもね、オリンピック前までは、うん、もう新人を確定でしょ。もう他の人見えないって感じでしたよね、うん、ちょっと牧も栗林も頑張ってるけどちょっと佐藤輝が抜けたなみたいな感じだったけど、うん、はい、50何打数連続ノーヒット、はい、ありたかったね。そうですね、やっぱ波っていうのが波がグワーンにしたら行き過ぎたね。しかもなかなか抜け出せないっていう、ね、うん、しかもあれもやっぱ最後ね、やっぱ代打起用が多かったのも痛かったね、うん、まあ、なかなか代打で結果出すのって難しいと思うし、うん、打席感覚、うん、あとやっぱりね、
ロハスが前半いなかったのに、うん、ロハスが来たことによって、はい、選択肢が増えたことによって、うん、やっぱサンズとサプテルが打てなくなった時に、うん、そのまま使われないってことになって復調するのに時間かかったね、うん、そうですね、うん、その外国人がいなかったから佐藤選手がすぐ入れたっていうところもあったんですよ。そう、あとは我慢して打てなくてもずっと使い続けたことによって結果が出てきたんで、うん、あの終盤も出したり出さなかったりするよりはずっと使った方が脱出するのはひょっとしたら早かったかもわかんないけども、うん、前半と後半のチームの状況、うん、あと他の選手との兼ね合いも大きく状況が変わった分、うん、ベンチとしてもそこが思いっきり踏ん切りがつかなかったところがね、うん、これちょっと低迷が続いたなっていうところはあるけども、うん、新人だからね。そうですそうです。あの、うん、これは10年目ぐらいの選手だとその話は変わってくるけど、うん、はい、新人ルーキーで2割3分8厘ホームラン24本打点26、226試合出場して、うん、いい十分でしょ。いやさ、もうすごいですよ、うん、でもよ、うん、はい、来年、うん、もう一回振り出しに戻っていいですよ。振り出しですか？打てないまま終わってるんで。あ、そっか、復調しないで終わっちゃったわけですね。そうそう、まあそちょっとずつは打ったけどもね、うん、そういい時までは復調してないんで、うん、もう一回振り出しに戻るで、はい、もう一回やり直しなきゃいけないんで、まあ、ここは甘んじることなく、うん、オフに、まあ、いろんな人からの誘いを受けすぎないで、はい、しっかり調整できるかどうかが、はい、まあ、勝負ですね。そうですね、うん、でもう一人がね、はい、の井上選手、履正社の、そう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 、はい、あの今年1軍出場は、なし、はい、2軍で68試合出場、2割6分7厘、ホームラン9本、うん、打点が、50、だからいい形で頑張れてると思う。うん、そうですね、うん、で、20歳だからね。おー、まだまだこれからですからね、うん、だからまあ大げさなこと、うん、大きく言えば外国人が抜けていくから、まあ、近本は出るでしょ、うん、でひょっとしたら外野に1枚空くから、そこに井上とかが新戦力で入ってくれば来年面白い。だから今年いい土台作ったんで、はい、だから来年勝負だね。そうですね、うん、そういった意味ではね、うん、まあ、阪神のこの期待の新人も、うん、まあ、井上は1軍では出なかったけども2軍でしっかりね、あの育成しながら、うん、もうね、あの来年出てきてもいいんちゃうかっていうところでは、まあ、期待通りの活躍はね、てかこう階段は上がってるのかなと、はい、サドテルはまあよく頑張ったっていうね。はい、すごかったです。じゃあもう一回やり直しですからね、はい、ちょっともう一回勝負しなきゃいけない。まあ、でももうなんか監督的にはまあでもやればできるっていうのが分かってますからね。そうそうそう、そこら辺はね、うん、まああの多くの人たちとね、はい、全然違うところでいい感じの新人選手としてはスタート切ったですね、はい、で中日、はい、ウベツ、うん、いやー今年もよ、はい、1軍3試合登板3先発防御率 1.59、はい、いいのよ。昔から毎回言ってますよね、うん、でファームでも9試合登板だからもうね、うん、怪我さえしなければいいのよ、はい、やればできる子なのよ、はい、でもちょっと怪我するのよ。前からずっと評価してますよね。そうそうそう、まあ、もちろんアマチュアの時からね怪我勝ちっていうのもあったけども、うん、はい、まあ、でも今のね大エースの大野も怪我して投げれない状態でドラゴンズ入ってきて、しっかりそこでその治療して治して強化して今大エースになってるから、うん、はい、そういった意味でもできるんだよね、うん、だそのポテンシャルを生かしてほしいね。そうですね、うん、もうちょっとポテンシャルを発揮してほしいと、うん、できるのよ、はい、で続いて小林、はい、わー、岡林は24試合、うん、2割5分4厘、うん、で2軍でも17打席2割6分7厘でも岡林は、うん、なんか来年はもう超立浪監督も期待してるらしくて、はい、結構、うん、あのレギュラーとして見込んでるらしい、うん、おー、そうなんですね、うん、だからもう1ステップ2ステップ上がっていかないとっていう感じだね、うん、はい、でも期待してくれてるっていうところでね、うん、俺の目も狂いもないね。そうですね、うん、同じ目線、まだ10代ですからね。そう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 、うん、だからこれからね、まあ、今年2年目だからね、はい、まあ、ここからねどこのようにねドラゴンズの打線がね、うん、パッとしないんで、はい、そこをねしっかり埋め切れてるかどうかだね、うん、だこの2人がしっかりと主力になってくればね、はい、そうな厚みもますし、うん、俺2年連続1予想してんのに、はい、ね、本当ですね、うん、それでも来年は1予想しないって言ってましたね。うん、そうだね、さすがにそれは無理だね。分かんない、ここからどういう補強に動くかも分かんない。この2人がまた活躍してくれるのはしたいですね、うん、でも岡林は本当に来年本当にレギュラーとしてやっていってもらいたいみたいな方針があるから、はい、そういった意味では、まあ、あとは本人次第だけどね、はい、方針があっても結果出さなきゃ変わるからね、うん、まあ、でも梅津は怪我しなかったらだからね、はい、でもまあ成績としてはどっちももうちょっといけるんちゃうかっていうところがあるけどね、うん、はい、で DeNA、うん、森牧、マーク新人王なるかもわかんない。そうですね、怒涛の最後のあの追い上げはすごかったね、はい、だチーム首位打者3割1分4厘だからね、うん、期待のっていうよりも期待以上でしたよね、うんうん、
あのホームランも22本、うん、でチームの、ね、記録も更新して153安打、はい、で打点が71、うん、もう言うことないよ ね、 ねないですね。得点源打率3割4厘みたいな、うん、素晴らしいね。打率3割いってますからね、うんうん、だからもうレギュラーだね、はい、確実にね、はい、1年目からね、もうそのやっぱ DeNA っていうところでね、うん、メディアの発信力が弱くなるけど、はい、これ巨人阪神だったらもっと来てるからそうですね、うん、そういった意味では素晴らしかったね。ファンイベントであのスラムダンクの牧野仮装して出てましたねそう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 、あのジェフのサッカーの牧野仮装してくればよかったです。ジーコが牧野最後にマック私あんまりちょっとわからなくて、え私もスラムダンクの牧の方がちょっとこう馴染みが、小黒柳沢マック、あ発表の時の、うん、ああはい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 、おまかったわかった代表発表の時だ、そうそうそう、ジーコ、ジーコさんの、うん、はい、見てた見てた、小黒柳沢ちょっと貯めてマキゾーよく覚えてますねあったあったあった、はいはいはい、そうそう、その時、はい、へぇー、まあ、マキ選手すごかったです、うん、はい、あと森ね、うん、まあ、森もね、いいところは見せてんだけどね、44試合と、ね、試合出場、はい、1割9分4厘、うん、盗塁4個、まあ、足がやっぱりね、アグレッシブで速いから、うん、あともう1ランク、2ランクやっぱ打っていかないと、はい、やっぱなかなか試合にね出れないからね、うん、まあ、柴田とか矢端とかとの競争になってくるけども、はい、まだ19ですから、うん、そうそう、はい、でもいい感じでね、うん、この積極性とかの足走力っていうところは見せてるんでね、はい、うん、そういった意味では引き続きね、あの期待したいですよね。そうですね、うん、はい、だから全くダメなのいないね。あ、まあそうですね、うん、うんうん、で広島がね、はい、大道森浦っていうところで、はい、まあ、栗林はね、うん、活躍するでしょうというところで、その前のね、はい、リリーフが重要になってくるっていうところでね、はい、まあ、この2人はね、結論から言うと最後バテたねでもまあ期待って言ってて、まあ、頑張った頑張った、はい、あの森浦はもう1年間で54試合と、まあ、3.17 防御率、はい、でもちょっとバテたね、うん、最後はこのプロの厳しさに、はい、やっぱ前半に比べるとやっぱ後半ちょっとバタついたから、はい、まあ、でもこの経験を生かしてしっかりね、このコンディションさらに強くしてやっていけば、はい、まあ、堀江、うん、森浦っていうところね、左に前はまればワンポイントとかでも使いやすいんで、ね、はい、そういったところではまあいい感じをね、まあ、リリーフ薄くなったところをうまくルーキーとして入ってこれだね、はい、で次大道、うん、大道は途中で先発に行ったんだよね。最初リリーフで出てたけど、うん、途中から先発に行って、はい、で4勝4敗っていうね、うん、先発が7試合、防御率 4.75、はい、登板はね24試合だけども、はい、だからリリーフが17試合、うん、でも先発だとね、うん、これなんかこう普通なのよ、はい、だからもうちょっとなんか武器を見つけなきゃいけないね、うん、こうこれっていう球がない、うん、今のままだったらリリーフの方がリリーフだけども多分6回とか789じゃないね、はい、6回とかあとは中ロングとかの形だね、うんうんうん、はい、だこれっていう武器見つけなきゃいけないね、うん、正直見てもいいんだけど、はい、平均的にいいだけ、うん、だこれっていうのがないから、うん、だからこう追い込む球も勝負球も一緒の球になってくるから、うん、そういった面ではこれっていう武器を見つけていけばね、あのいい形のものは出せるのかなっていうところあるけど、もうちょっと上積みさせなきゃいけないね、はい、じゃあそういうところまたじゃあこのオフにのまた勉強っていうところですね、うんうんうん、でヤクルト、はい、木澤、うん、ドラフト1、はい、まあ、1軍登板0、2軍でも、はい、22試合登板で2勝8敗だから、ね、はい、うん、防御率 6.07、はい、先発が11試合だから半分先発、うん、半分リリーフ、はい、まあなかなか厳しいね、うん、ドラフト1位としては、はい、もうちょっとできるかなって思ったけどね、うん、そうですね、うん、うんうん、まあここからもう1回1から出直しだね、はい、まあ、まだ1年目ですから、次2年目、そう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 、うん、まあ、まだ1年目だからね、はい、そういった意味でも、まあ、まだホップステップの、うん、ホップも行ってないからね、はい、今から踏み切るとこだからまだまだ助走走るだけだからね、あ、まだ助走ですね、うん、はい、まあでもヤクルトも優勝してるからね、そうですね、ちょっとこの出るとこがね、うん、上が固まりつつあるから、はい、厳しくなるよね、ね、でも先発大丈夫かなんて言われてた、そうそうそう、だから入っていったら面白いよって言われてたところね、うん、はい、ちょっとここがね、うん、あの奥川とか高橋奎二ね、はい、で高梨とか、はい、そういったところもね、うん、こうなってきてるからね、うん、そういった面ではちょっと厚みが増すんでね、はい、ちょっと茨の道になるかもわかんないけども、まあ、ドラフト1位のね、はい、
そう実績を踏まえてどうも頑張れるのか、まあ、来年以降もね注視していく必要あるけども、はい、まあ、でも全体的にみんな頑張ったね、こう段階的には徐々に上ってる感じ、そうそうそう、うん、だからあと阪神の井上ね、はい、あと梅津岡林なんかは今年ね、うん、どこまで来るのかちょっと期待しながら見ていきたいですけど、はい、まあやっぱ牧ね、うん、もう文句なしですね、まあ、うん、佐藤って頑張ったしね、はい、まあ、森浦とかもよく頑張ったなっていうところはあるんでね、うん、はい、まあ、期待値通りの活躍をしてくれた選手もいればね、はい、まあ、結果としては出なかったけども、あ、いい形の2軍で戦いしてるなっていう選手もいたんで、うん、そういった面では来年のね、はい、キャンプ、うん、まあ、さらにねこの中からねさらに期待するとしてはやっぱり井上、梅津、岡林ね、うん、この3選手がどこまで出てくるのかまた期待したいですね、はい、楽しみにちょっと注目していきましょう、はい、はい。